カットライン。俺の名前はヒロシ、経営者兼投資家です。実は元嫁のミチコが浮気して出て行ってしまって以来、生きる希望を失いかけていました。それから1年近く引きこもり同然の生活を続けた末、俺は一つの結論にたどり着いたのです。ここで働かせてください。俺はふぬけになった自分を鍛え直すため、全く経験のない業種で平社員として働くことにしたのです。お前その年まで何やってたんだよ。いやー、ダラダラしてました。すいません。確か実家貧乏だったよな。親もヒロシがこんななるまでよく面倒見てたよな。こちらは今の上司である高藤さん。俺が貧困家庭で育ったことを何かとおちょくってきます。親は関係ないですよ。いや、あるある、カエルの子はカエルって言うからな。けれども俺は責任の軽い立ち位置で働くことに安心感を覚えてもいました。与えられた仕事さえしていれば十分評価されたし、せわしなく手を動かしていれば悲しい気持ちも紛れます。だから良くも悪くも下っ端扱いされるのは今の俺にはちょうどいい気分転換でした。そんなある日、会社で慰安旅行が開催されることになりました。従業員の皆さんの日頃の働きにお応えして、今回我が社では思い切って高級ホテルを取ろうという運びになりました。やったー。どこですか？ホテルシエルトリアです。ブーん、不満かね？ブーじゃねえよ。シエルトリエ泊まったことねえだろ。あ、いや、びっくりしただけです。シエルトリエというのはくしくも俺が保有する高級ホテルでした。支配人とは長い付き合いでめちゃくちゃ有能なやつなのですが、プライドが高くカッとなりやすいのがたまに傷。特にホテルの品位を落とすようなお客さんに対しては容赦なく過激な対応を取ることで有名でした。シエルトリエは本来ならうちのような弱小企業が行くようなところじゃないんですが、いろいろとご縁が重なって2泊3日団体で泊まれるということになりました。つきましては期日までに幹事の高藤に出欠の連絡をしてください。出席出席出席ね。私2日目別行動でもいいですか？ちょっとどうしても行きたいところがあって。まあ別にいいぞ。じゃあお願いします。私の名前は田中かなた。上から読んでも下から読んでも田中かなた。私は1泊2日でいいですか？2日目の夕飯食べたら帰ります。ああ、一泊ね。俺は旅行に先立って支配人のたこ焼き丸に連絡を入れました。俺今平社員として働いてるからさ、なんていうか、本当あくまで一般客として接してね。一般客と言いますのは？だからなんていうか、俺のこと特別扱いしたりとか、オーナーだからってエコひいきしたりとか、そういうのなしでお願いしたいなって。心得ております。お客様は全員等しく特別ですので。そっか、じゃあ安心だ。そして旅行当日。いらっしゃいませ。お荷物はあちらでお預かりします。すっごい、めっちゃ高級。おい、ヒロシ、荷物早く持てよ。あ、高藤さん、冗談ですよね。いや、面白いな。おい、お前下っ端だろ。お、上司の命令に逆らう気か？いや、ダメだって、勘弁してくださいよ。何か問題でも？大丈夫です、あ、大丈夫大丈夫、本当。あ、俺たち息ぴったりなんですよね、高藤さん。冗談うまいんだから、本当やんなっちゃうな。あ、こら待って、逃げるんじゃねえ。たこ焼き丸はオーナーへの侮辱はホテルへの侮辱という考え方なので、俺がバカにされているとめちゃくちゃ怒るんです。なので俺はなるべく高藤さんに捕まらないように過ごしました。しかし、おい、ヒロシ。あー、見つかっちゃったか。お前ビール買ってこいよ。おビールですね。なんかルームサービスあったと思うんですが。コンビニで買った方が安いじゃねえかよ。あ、確かここお酒持ち込み禁止だったような。禁止じゃねえよ。バレてる。どうかされましたか？あ、ビール持ってって。あ、大丈夫です。うちのこいつに買わせるんで。あ、なんだよ、でっけえ声出すなよ。ビールルームサービス出しよ。かしこまりました。お部屋でお待ちください。ああ、こいつの分はいいんで。あ、一番高いやつを。かしこまりました。何をやってんだよお前。おります。そこまで俺と飲みてってんならしょうがねえな。付き合ってやるよ。
俺は隙を見てたこ焼き丸をなだめに行きました。品位を欠くお客様にはご退館いただくのが当ホテルの方針でございます。そんな固くならないでお願い。これはこれで俺も納得してやってるんだってね。あ、そうだ、明日の夕飯俺めちゃくちゃ楽しみにしてるの。明日は私がプロデュースした料理をご提供いたします。あ、ほんと、それはますます楽しみだな。はい、必ずやご満足いただけるかと。お食事が終わり次第真っ先にご感想を伺いますので。どうやらたこ焼き丸は新開発の自信作を俺に食べてほしかったみたいです。しかしこんな時に限ってトラブルが。ねえ、今日伊勢海老出るよ。伊勢海老、実は食べたことなかったんだよね。美味しいですよ。あれ、田中、お前一泊二日じゃなかったっけ？はい、ご飯食べたら帰ります。おいおい、夕飯食うのかよ。そういうことは早く言えよ。私はちゃんと出血確認の時に言いましたよ。こんなこともあろうかとボイスレコーダーの記録も取ってあるんです。読書にいつでも泣きつけるようにね。あが、なんて抜け目のないやつだ。日常会話まで録音してやがったとは。ってことは、しまった、白数は書いてたが飯のことは書いてなかった。宴会料理なんですが、急遽一人分を増やすことってできたりしないでしょうか？申し訳ございません。当日に仕入れを行っている関係で、同じものはご用意できないんです。ですよね。じゃあ似た感じの料理でもいいっちゃいいんですが。でも、追加料金になりますがよろしいですか？いえ、結構です。ヒロシ。え？実はよ、ちょっと折り入ってお願いがあってさ。なんか嫌な予感する。お前確かほら、実家は貧乏だったよな。人って子供の時から慣れ親しんだものをほら、うまいと感じるんだよ。はい。だからさ、ここの料理お前口に合わないと思ってさ、俺おごってやるから特別になんか好きなの食えよ。ちょっと何言ってるかわからない。カップ麺食おう。好きだろ？2個いるか？何でも好きなやつ使ってやるから。実はホテル側の手違いで年会料理1人分足りないんだってよ。それはない。シエルトリアに限ってそんな水はない。頼むよ、お前一人我慢すればみんな丸く収まるんだから。高藤さんが我慢すればいいじゃないですか。ダメだよ、俺は他の社員の目もあるしさ。でもお前だったら宴会場で一人カップ麺食ってても気にするやついないじゃん。いる、一人だけいる。誰か、誰か帰りたい人いませんか？ごちそう食べ終わったら帰ります。誰か食欲ない気味な人はいませんか？何言ってるの？宴会料理を食べないと大変なことになるんです。どなたか俺に譲ってください。落ち着け、ほらカップ麺お湯入れてやったから。離せ離せ、俺が食べなきゃいけないんだ。たこ焼き丸、一人多いようだ。はい、料理は88人分だが、お客様が89人おられる。厨房に確認してくる。やべえ、俺がカップ麺食ってんの見たら怒るだろうな。さっさと食べてどっかに隠さないと。つきましては、我が社の繁栄を祈りまして、ますます努力と研鑽を重ねて。中宮さん、中宮さん、一口ちょうだい。あっち行ってよ。田中、なんだこの泥棒猫め、私のご飯には指一本触れさせないぞ。ヒロシ、何をうろちょろしとる。なんでもないんです、みんなの命がかかってるんです。ヒロシは貧乏なんで、ちょっと手癖が悪いみたいなんですよ。多めに見てやってください。であるからして、この不景気にあって我が社の社員は本当に。ほら、何をしとる。社長が喋っとる時にカップ麺食うやつがあるか。そして今日に限って嫌に長かった社長の演説が終わり、いよいよ宴会がスタート。しかし時すでに遅く。なぜ広志様がカップ麺を召し上がっている？シャギン、トイレの場所どこでしょうか。ちょっと案内してください。あ、実はなんか俺海産物当たっちゃって、あー食べたかったな。あ、今日はしょうがなく他の人にあげちゃったけど食べたかったな。ヒロシ様、私の料理がお気に召しませんでしたか？違うよ、そんなことないよ。本当に食べたかったの。なあ支配人さん、そいつのことは気にしないでください。貧乏舌なんでカップ麺の方がいいって言うんです。それで仕方なく。ヒロシ様にはシエルトリエの味はお分かりにならないと。うわー、激凛タッチした。まあそいつにはもったいないぐらいですから。でも本当気にしないでください。下げろ。え？料理を下げろと言ってるんだ。あ、はい。もやだこのホテル。ちょっと、まだ食べてるんだけど。これ美味しいのかな。今のシエルトリエを築き上げたのは他でもないヒロシ様です。
ヒロシ様を侮辱することはシエルトリオを侮辱するのと同じこと。それだけは許せない。絶対に。なんだって？これはどういう状況だ？だから俺はここのオーナーで、たこ焼き丸は子供の頃からここで育って。あ、もうめんどくせえな。過去動画見てください。お前ニートじゃなかったのかよ？ニートです。でもホテルは持ってました。全員を引き取りよう。御社を出入り禁止にします。出入り禁止ですと？たこ焼き丸やめろ。なぜかばうんですか？あなたも前の経営者と同じくシエルトリエの魂を悪魔に売り渡したのですか？そんな大げさな。事情が複雑なんだって。一流のホテルは客層も一流です。オーナーであるあなたが卑屈になっては三流の客を許すことになります。タカト、貴様幹事だろ。一体何をしでかした？これはその、実は料理の数が合わなくて、ヒロシにはカップ麺で我慢してもらおうと。タカトに強要されたのか？強要っていうか、板挟みになっちゃって。我々が御社の社長にふざけた接客をしたらどうお感じになりますか？私ははっきり申し上げて怒り心頭です。デビ、クビにします。うちはそもそも失敗を隠蔽するように指導していない。タカト、お前はクビだ。なんでですか？こんな格式高いホテルで会社に大恥かかせるなんて、どうせまた大事な仕事でもやらかすに決まっとる。でもこれでも私なりにどうにかしようとしたんですよ。見苦しいぞ。シエルトリエから出ていけ。くそー、黙って聞いてれば客に向かってその態度は何だ？ご納得いただけませんか？ご納得いきませんね。可能。はい。こちらのお客様を接待して差し上げろ。かしこまりました。こちらへどうぞ。どこへ連れて行くんだ？その後、会社への出入り禁止措置はどうにか解除され、支配人からはお詫びということで商品券が配られました。たこ焼き丸、ダメじゃないか。気持ちを抑えるタイミングも学ばないと。失礼いたしました。そういえば高藤さんは帰ったの？いえ、ご満足いただいているところです。なんだって？ここは天国なの。あ、おはようございます。昨夜眠れましたか？こんにちは、妖精さん。え、私、蝶々とお話しするの。高藤様は当ホテルの理念をご理解いただけたようです。よかったですね。よくやった。この一晩で何があったのかは怖くて聞けていません。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。